山形市立第一小学校は山形県山形市本町一丁目にある公立小学校。略称は山一小、山形一小。山形市内では一小と呼ばれている。山形市中心部に立っており、学区内には山形市役所や山形駅が入っている。卒業者の大部分は山形市立第三中学校へ進学するが一部は 山形市立第一中学校へ進学する。1927年に7月に完成した旧校舎は山形県最初の鉄筋コンクリート製の小学校校舎であり、県内の旗、伊藤設計事務所がその設計にあたった。校舎には当時最先端の建築様式の流行や技術が盛り込まれ、デザイン面ではドイツ表現主義やアールデコなどに影響されているほか、 設備としては、電気ストーブが導入されたり、スチール製の部品が、サッシやドアに使用されたりするなどの特色が見られる。山形市教育委員会と東京大学大学院、建築士研究室による調査の結果、建築士における価値が評価され、2001年に登録有形文化財となり、2009年には近代化産業遺産にも認定された。なお、 校舎としての役割は2004年に完成した新校舎に譲ることとなったが、2010年より県の観光、物産を案内したり、イベントを開催したりする多目的施設、山形学び館、もの、スクールとしてリニューアルをオープンした。ありがとうございます。